きいわ、しめるぞ。先生、そんな髪型でした？昔からこういう髪型でやってる。あ、そうでしたっけ。そうだぞ。いいか、授業始めるぞ。な、じゃあ、いつレッ、お願いします。お願いします。今日やるのはな、あれだ、みんな呼び方わかるか。浮き力です。浮き力、まあいい線いっとるわ。優しいな、おるわ、こういう先生。浮力って、どんな時に、まあ、みんな感じたりするの。としみつ、どうよ。落ちた時とか。落ちた時それちょっと違うかもしれんな。おぉこんな…すげえな、お前。お前いつもお前調子もんな、お前ほんと。浮力使われてるものはな、船とか。待てよ、邪魔すぎる。ちょっと取るか、髪。俺ら一応な、これ取れるようになっとる。ずらやん。ちょっと置いとくかも、見えんかな。いな、船とか使われとる。もうな、メカニズムとして。これな、ちょっとな、あれだな、飛んだな、ちょっと待てよ。はい。飛んだよ。それも浮力ですか。飛んだ、浮いて、何浮力っていうのは、浮力が生まれるものっていう。浮力というものはな、水の中の時に生まれるわけ。で、水の中にその重りとか、こういう、例えばこれが10キロのダンベルだとするんだ。こう水の中にいる時、ちょっと軽く感じる時ある。お風呂とかプール入ってる時、浮いてるなっていう、普段と違う感覚があるわけ。その時に浮力は感じてるわけ。 なぜ浮力が起きるかっていうと、こう水がプールみたいな、こう水がいっぱいあるとこあるだろう、水槽みたいな。何でもいいんだが、何でもいいんだが、オケだ、オケ入れ物。でこんなの水がいっぱい入ってる。プール、オケ、水槽、入れ物が。船からやってるんですね。船からやってるんですか、これ。え、もうこっちを消そう、これ。何回消すんだよ。まあここに水が入っとるわけな。はい、この中にダンベルとかこう重りをこう入れると、入れた時にこう浮くじゃん。はい、じゃあなぜ浮くかっていうと、まあ、重力はこっち側にかかってるわけ。だから普通なら下に行くよね。だけど浮力がかかってるから浮いてしまう。で、浮力っていうのは水の中でもこう水圧というものがある。水圧っていうのは深さに比例して強くなっていくんだな。深くなっていくとどんどん高くなっていく。水圧っていうものは字汚いな。読めんか、書くぞ、ちゃんとじゃ。じゃあ書いてください。まあ、いろんな方向からこうかかってるわけです、水圧っていうのは。重力とは反対方向に力がこうある、水圧がな。だから浮くんだな。これが浮力っていうのは、この上方向にものが。じゃあどうやって力がどんだけ加わるかっていうと、ここのなくなった体積分浮力になるんだな。これがまあ 50g、 普通に測ったら 50g だけど、この水の中だったら 30g になった。そしたら 20g の浮力がかかってます。ここは20立方センチメートル分こうなくなってくるんだよな、水が。すげえもんなん。先生全然わかんないね。これ気づいたやつかよ。気づいたやつかよ。これ気づいたやつはな、いい質問だ。アルキメデスっていう人なんやな。聞いたことある、あります。まあ、最後になるけどな、これ一番大事なことだお前。はい、浮力っていうのは上に加わる。分かったか、誰だ今。携帯になったん誰だよ。この辺で終わるけど、なんか質問あるか。質問、はい、あ、じゃあ虫くん。水に浮くものもあれば沈むものもあると思うんですけど、何が違うんですか。沈むものっていうのは浮力より重いものない。まあ、例えばこんくらいのちっちゃい鉄だったら、この水溶かす体積はめっちゃ少ないやろ。だから浮力っていうものもちっちゃくなるわけ。これが10キロの重りだとするよ。体積がまあ 30g ぐらいしか溶かせないっていうものだとするよ。そしたら浮力かかるのは30しかない、 30g しか、9、まあ7ぐらいのなんかな。この辺はめんどくさいから、この辺はまあ被るけどないでしょ。まあこれの方が重力の方が強いから沈むんよ。逆にこの10キロのこの大きさじゃなく、もっと大きくして9キロぐらいの浮力がかかるぐらい水体積をこうね、まあ、動かすことができれば、まあ、浮くことができると。あ、なんでなんで、しばらく。氷は水なのになんで水に浮くんですか。こっからは予想だからな。ええー、水と全然聞く意味ないじゃないですか。氷の
あれは比重一緒みたいな。わからないですけど、ちょっとこれはもう俺もわからんけどな。はい、先週の水泳の授業で哲也くんはその場で浮いてたんですけど、しばゆくんは沈んでたんですよ。おうおう、それはなんでどう違うの？哲也くんは肺の中にめちゃくちゃ空気を入れてたわけよ、その時な。だから魚が浮けるっていうのは浮き袋があるで、こういう浮き袋があるよ。こういう浮き袋かな。こういう浮き袋こういう浮き袋があるよ。こんぐらいこの辺にあるわ。だからこの浮き袋包丁でパッてやるやろ。そうするとプッとかなるよ。しとったでっかっ。潜水艦はなんで浮いたり沈んだりできるんですか？もうこれの浮き袋の原理と一緒や。船もなんで浮けるかって言ったら、この中空洞になっとるやん。でも潜水艦もなんか空洞やん。なんで浮くのって思うやん。まああれはここについとるなんかこういうのでこう、こうやっとるやん。もうスクリューな包丁でガッてやる。そうするとな、ガッて言うやん。じゃあ授業終わり。ありがとうございました。